アメリカ空軍の F-35A 戦闘機と中国空軍の J-20 戦闘機とが何回となく遭遇していたという情報が入ってきました。今回は中国の J-20 戦闘機を中心に見てきます。J-20 戦闘機のかなりヤバい情報もゲットしちゃいました。中国空軍の最新鋭戦闘機殲20、J-20 は第5世代に分類されるステルス戦闘機です。中国国内では、タケシ竜、マイティドラゴンという愛称で呼ばれている戦闘機で、運用開始は2017年3月ですから、第5世代ステルス戦闘機としては、2005年12月に運用開始された F-22 ラプター、2015年7月に実用化された F-35B、垂直、短距離離着陸型ライトニング2に次いで、世界で3番目のステルス戦闘機ということになります。世界で第5世代戦闘機と言われているのは、2022年6月現在、この3機種、F-35 には、派生型として、通常離着陸型 A 型、艦載型 C 型が追加。以外では、2020年12月に運用開始された、ロシアの SU-57 だけです。2022年3月、アメリカ太平洋軍のケネス・ウィルスバック司令官が、ミッチェル航空宇宙研究所のインタビューの中で語ったことがありました。内容は、F-35 と J-20 が遭遇したというのです。そのインタビューによると、東シナ海をアメリカ軍の F-35 戦闘機、形式不明が飛行していたとき、中国空軍の J-20 戦闘機と遭遇、あわや、交戦寸前の距離まで接近したことがあり、当時の F-35 パイロットの報告によれば、J-20 のスペックも、中国軍パイロットの練り度も、想像していた以上にハイレベルであったと述べているのです。また、当時、付近には、中国空軍の、早期警戒管制機 KJ-500、空強500も飛行中で、それらの間では、統制の取れた行動を見せたことにも驚いたと述べ、中国空軍の実力を侮ることなく、正当に評価した上で、対抗策を講じるべきと指摘しました。なお、司令官は、J-20 戦闘機の運用に関しては、J-35 戦闘機のように、対地、対艦攻撃能力も併せ持つ、マルチロール機になるのか、あるいは、F-22 のように、星空戦闘機になるのかという判断を下すのは、時期尚早だろうと語っています。J-20 戦闘機について紹介します。中国航空工業集団公司の一つである成都比企工業公司で開発されたので、成都 J-20 とも呼ばれていて、中国軍事マニアの間では、死体、中国語でリボンとも呼ばれることもあるそうです。成都といったら、日本の三国志ファンにとっては、蜀の首都で、蜀津弘明が活躍した地という印象が強いのではないでしょうか。あるいは、パンダの故郷としても有名ですね。J-20 の2つの呼び名ですが、第5世代機の中国での呼び方である、4代機の4代と、死体の発音が似ていること、J-20 を含む J 型として開発された戦闘機の機体が、薄く平らで、リボン形状をしているものが多いという理由らしいです。リボン戦闘機というのも、強いのか弱いのかわからない名前ですけどね。この J-20 戦闘機開発は、1990年代にスタートし、2010年末に、成都比企工業公司で、地上走行試験が行われたことが確認され、非公式の軍人関連ウェブサイトに、機体の画像が掲載されたことによって、存在が広く知られるようになりました。初飛行は2011年1月でしたが、機体に、電波吸収素材が塗装されていると確認されたことで、ステルス性の高い機体であると確認されました。レーダー反射段面積が 0.025 平方メートルと推測されましたが、この数値は、アメリカ空軍が開発した、
世界初のステルス攻撃機 F-117 ナイトフォークと同程度ということです。F-35 のレーダー反射弾面積は 0.0015 から 0.005 平方メートル。F-22 も 0.0002 から0.0005 平方メートルという数字を比べると、ステルス性能では若干劣ると見られています。2016年11月1日、広東省の多摩海で中国国際航空宇宙博覧会が開催されました。そこで初めて公開され、同時に2機の J20 がデモンストレーション飛行を行ったことで、この機体が中国空軍の次期主力戦闘機として開発が進められていると内外にアピールしたのです。2018年9月には量産体制に入り、年間40機というペースで製造されると報じられました。翌2019年から東部戦区に配備が始まったとみられています。なお、第5世代ステルス戦闘機としては、世界で初の複座型が製作されていて、後席の乗員は、ロイヤルウィングマンのような無人航空機と編隊を組んだ際には、完成を行うと推測されています。現時点で推定されている J20 のデータですが、全長 21.2 メートル、全幅 13.01 メートル、全高 4.69 メートル、空虚重量 17,000kg、最大離陸重量 36,300kg、実用上昇限度2万メートル、最高速度 2,500km、最大航続距離 5,900km と見られています。総発エンジンは、初期型では、ロシア製の SU-27 フランカーに搭載されているサトゥールン AL-31FM に最大推力 145kN を搭載していたようですが、2021年9月に開催された航空ショーで国産エンジン WS-10C 最大推力 147kN を搭載した J20 を飛行させました。これでこのタイプの J20 が量産体制に入ったというアピールを行ったと考えられます。J20 用エンジンとして、前述の WS-10C をしのぐ WS-15、最大推力 180kN の開発を進めているようですが、難航しているので、開発済みの WS-10 の推力を引き上げ、ステルスノズルを備えた上で、J20 に搭載、2023年の完成を目指している WS-15 実用化ま、でのつなぎにしたと思われています。しかし、WS-10C には水力変更ノズルが搭載されていないので、空中機動性は F-22 より劣るとみられ、中国では2022年から WS-10C に水力変更ノズルをつけるアップグレード開発が進められていると、香港のメディアが報じています。また、J20 のセンサーには、アクティブ電子操作アレイ、AESA レーダーが搭載されていますが、この AESA レーダーは、2000から2200個の送受信モジュールを備え、出力電力は 24kW に達すると見られています。この数値は、F-22 戦闘機に搭載されている AESA レーダー AN-APG-KN77 の送受信モジュール数と出力電力を上回っているので、J20 の AESA レーダーは AN-APG-KN77 より探知距離が長いのではないかと推測されているのです。また、J20 には F-35 に搭載している AN-AAQ-37 ヨダスによく似た分散開口システム DAS が採用され、機体各部に複数のセンサーがありますし、機種の下には F-35 と同様、電子光学照準システム EOTS があります。F-35 の EOTS-86 が空対空、空対地赤外線捜索、追尾機能を結合しているのに対し、J20 の EOTS は、空対空目標の捕捉、
照準に比重を置いていると考えられています。ここで各戦闘機のコストを比べてみましょう。J20 の1機あたりコストは1億から1億2000万ドル、約132から160億円と言われていますが、2000年代初頭は4億5000から5億元、約88から98億円とされていました。この変化は開発過程で大幅にコストが上昇したことを意味しています。推定されている研究開発費は約300億元、約6000億円以上と推定されているのです。F-35 戦闘機のコストは直近で導入を決めたフィンランドが1機あたり約7300万ユーロ、93億円で購入すると言われていることから考えると J20 戦闘機の価格はかなり高いと思われますが、量産体制に入ったため現在では少しは下がっていると見られます。ちなみに日本がアメリカから購入する F-35 戦闘機の価格が1機約130億円で J20 並みの価格ということをアメリカの言いなりになってカモにされているのではないかと批判する声もあるようです。庶民としてはそう感じるのも当然ではないでしょうか。とはいえこの批判は日本での F-35 の製造に国内企業を含めたことが要因になっているとみられています。防衛省は主力戦闘機採用のため国内企業に機体やエンジン生産、整備を部分的に任せることを条件に挙げています。 F-35A の選定するにあたってはアメリカ政府とロッキード・マーチン社が機体の最終組み立てや検査、主翼、尾翼、胴体後部の製造とエンジン組み立てに日本企業が参画することを認めています。この条件を停止したのは、国内企業に仕事を与えて国産化を目指す次期戦闘機開発に必要な技術力の維持を目的としているためでしょう。そのことで、新しい設備投資やライセンス獲得費用が必要になるので、そのための必要経費が調達価格に上乗せされたというわけです。そして、J20 の研究開発費が、約300億元、約6000億円以上と言われていることに関しても、2035年から退役が始まる F2 戦闘機の後継機種として、防衛省が開発を進めている空自の次期戦闘機の研究開発費が1兆4000億円と見積もられていることにも批判が上がっているのです。しかし、この経費については、過去に、多数の国産戦闘機を開発してきた中国でさえ第5世代戦闘機開発に6000億円以上かかっていることを考えれば F-16 ファイティングファルコンを母体として F-2 を開発した経験しかない日本が第6世代戦闘機を開発するのだからこの巨額経費は当然という見方もあります。自衛隊の装備品をすべて国産化して世界情勢に左右されずに調達できることは国防上必須条件です。特に高額な装備品の戦闘機の国産開発と製造は重要になります。国内企業の防衛産業離れが問題視されている現状を踏まえて多額の投資を行って国内企業の参画を促すべきという意見もあるようです。